皆さんこんにちは。こんにちは。日付が実は撮影しているタイミングとしては変わりました。はい、ですね、ヘラ、竹見中田、大泥棒、コシュマル、ヘライース、大魔王サタンで、サタンか、サタンで、ヘラ・ソエルまでをクリアしまして、ベルゼ、ベオーク、メフィスト、マエンヒってことはウルズか、ウルズ、イザナミ、ワダツミ、あれであれであれ、あれであれ。続きいきましょう。ちなみに私ここまでクリアタイムは、はい、57分22秒。よし、今回この企画はですね、とにかくスピード勝負を、はい、探求しております。ベルゼブブだったら何パだ、ベルゼブブだと何パだったらいけるんだ。うん、毒だよな。毒ドロップ結構当てられるイメージがあるな。はい、毒変換ね。何で私過去濃昏してるっけ。ベルゼブブ、比較的何でもいけそうなイメージもなくはないな。カーリーでいくか、スピード勝負だから。あ、なるほど、カーリーでいきます。はい、お待たせいたしました。はい、私の、カーリーパの、定番で、真央ちゃんは私がスタートを押すと開始ボタンを押す。開始ボタン押します。いきましょう。はい、挑戦。おー、さあ、おー、初手からこれか。なるほど。あれ、これ刺さないと。まずい、これはまずい。次で倒します。はい、いや、よかった。これ助かった。闇の攻撃の減らすのありますよね、多分ダメージ軽減だって。普通に受けたら23,000,000でして、あ、ギリギリなのか。やっぱ、はい、きっつ、危ない橋渡ってるな。危ない橋渡った。唐突に危なかった。参ります。はい、よし、一旦まず回復に努めて。はい、でここから HP いくらですかこいつ。150万。ああ、50% 以下になると15,000のダメージが来るかもしれません。小太郎、せめて四つ消し。ああ、なるほど、多分倒せるはず。うんうん、風雷変化の術光発動、一個1個だけ。はい、参ります。まあこうしてる間でも時間が濃くいくことすぎてから行くぞ。これでいこう。さあ、いや大丈夫でしょう。157。うん、おお、ぶんね、セーフ。はい、あー、踏んであげる。こいつはなんだ。HP が39、防御60万です。当てていく感じかな。なるほど、回復ドロップが変換されちゃうスキルも持ってます。おー、きた。あー、あああ、ハートよ、ハート来い、大量に来い。今の HP の 75% ダメージで、さらに削ると残り 30% くらいになると13,300のダメージがあるので、で HP39。 はい、39、全員当てても12、うん、防御力は60万、削れんな。回復します。クイックキュア、あ、いいかな。読みの羽衣でいきます。はい、参るぞ。セッターバインドするやついたかなと思って。
さあ全力で回復してもらおう。ここで、半分切るからの13000。まだ。お。ああまだ。まだ回復しないか。こいつね。いきます。はい。きついな。さあ回復よ。来い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 。結構ありがたい。次のターンでハート2コンボ。あ、いった。ベリアルは勝手に全回復ですよ。次。ラッキー。ちょっと想定してなかった。ただのラッキーじゃん。こちら139万。大丈夫。はい。私の火力なら。いきます。はい。これ登場した時ベリアル多分大変だったよね。結構衝撃だったよね。さあこれでいこう。うまい。落としがうまい。どんぐらい？いった。よし。6、8。いきます。はい。スピード勝負。まあいいか。オッケー。あ、強い。強い。どうだ。我が軍の力は圧倒的だろう。HP いくらだっけ？486。486。ワンパン。え？狙う。闇だしね、前半。風雷変化の術。創造の息吹。いけなくないと思うんだよね、これ、うん、よし、行きます、はい、ここからまだそこまでがっつり考えてるわけではないのですが、スピード勝負なんで参ります、はい、行くぞよ、うん、おそらく撃破。あ、よーし、飛んでくれ。停止。ベルゼブブ降臨。はい、単体で6分。6分。6分でクリア。超早い。乗ってますね。はい。じゃあ次いきます。はい、では続きまして、はい、ベオク。ベオクですね。行きましょう。はい。フレンドの設定します。こちらです、クリシュナパ、うん、そして封印耐性 100%。 お、はい、ちょっと全然レベル的に揃ってないんですが、3つ持ってる、3つ持ってます。火のチェスターを入れました。これでいきましょう。挑戦。ここは本当にね、運のゲームになってくんだ。でさあ、ない、終わった。ない。え、マジ、まあくよく考えても仕方がない、うん、大量消しからの。火が来ない。もう一回いきます。はい、はい、ですね、いろいろ考えてパーティー組み直しました。チェスターをミスターサタンにで、封印耐性がこの子1個持ってるんですけど 60%、 100% ではなくなります、うん、クリシュナが11持っててこの子で3つです。あー、いくぞ、うん、挑戦。これな、火、よし、お、あるある、よし、勝ったはまだ言い過ぎだけど、いきます。まずはまずは、はい、オッケー、うんうんうん、まずは第一関門通過、はい、からのエンドレス火の目覚めスタート。始まります、エンドレス火の目覚め。サブモンスターのバインドありますね。
行くぞ倒す。はい、もうそんなこと無視でどんどん行く感じですね。はい、どんどん行く感じです。さあ目覚めよ。目覚めてないが早い。あ、やっちまったぜ、うん、やっちまったぜ。33か、33か。よし、33だな。33、よし、33だな。うむ。え、強いね。強いマジ。15000ね。通常攻撃10000。いくぞ。はい、あと回復を機に変換でもあります。やべ、あ、ああ倒倍倒倍。はいはいはい、ちょっとほっと一息だな。はい、よし行きます。まずは回復から。はい、なんか時間短いな、はい、あ、今短くなりました。あ、あ、本当だ、短くなりました。くそ、こいつね、いきます。はい、乗ってこい乗ってこい。お、あ、目覚めてなかった。そりゃそうだ、強い。火の目覚め発動。安心しろ、はい、ここからはただのパフォーマンスだ。くぐぬぬ、いきます。はい、短い時間がやば。あと2。いきます。いや、ミネルヴァ発動。マイル。はい、あ、間に合わねえ。もう一個来い。え、やば、やばい。あ、助かった。ダイナマイトキック発動。火の目覚めセーフ。あれ、火が目覚めてこないよ、うん、あー強い。全力で行くしかない。そうそうそうだ、ダブル攻撃対戦。火勝つ、勝ったな。あー、そっかー、次リヴァイアさんか。行こう、行きまーす、はい、さあ、うわ、列も入れてった。あおう、リヴァイアさんだよな、ここで。でも封印対象、はじけ、引きました。60%引いた、はい、ただ、はい、ただひどいありさまだ。火を温存するというスタイルでいくか。このチームだと3回しか攻撃受けられないの、回復しても。マジか、つらいな。いきます。うん、人闇を貯めていくスタイル。うん、はい、火の目覚め発動。123、はいはいはい、123、あれは効くんで、4.5 倍はもう発動するのでいきます。覚悟を決めていきます。
マイルで次はミネルバ。なるほど、いくぞ。極点の情熱、カメハメハ、ここまでいきます、うん、おそらく、はい、いけたんじゃないかと思う、うんうんうん、参ります、はい、レッツプラスこれ。なるほど。さあこれはいい、お願いします。来た、あ、思った、目覚めた。多分超えた。センキュー。死にはしない。通常攻撃が 15,153 です。でか、うん、スキルで木を、あ、違う、火を木に変換っていうのと、ランダムで1体を3ターン行動不能にするっていうのが前半にあります。なるほど、いきます、はい。失敗。うん、あ、やられた。火の目覚め発動。やられはしたが、はい、1万5000だ。来る可能性のある攻撃として1万5000。参ります。はい、目覚めよ。目覚めよりも回復。回復。うわー、足らん。回復。いや、まだ。お。まだ。でもヒドロップをどんどんなくされている。行きましょう。はい。参ります。いや、うまくなかった。うまくなかった。あー、やられた。回復がいい。9分。はい、そうですね。今、9分でしたね。あの、リヴァイアさん、もうちょっと我慢して。そうやな。うん、クリシュナで攻める。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします、私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますのでぜひともご確認ください。現地で参加できるイベントもありますので機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやおすけバイヤーのチャンネルなどたくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですのでぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。